おかしくねえかそれ。ね、本当におかしくないっての。でもただ利用されてるだけだ。そんなやつもとっとと離れた方がいいよ。とっとと。本当にとっとと離れた方がいい。だからもう占いとかにも頼んなくていいから。ね、私が離婚してない、私が悪い、そのね、そう なります。そんなことない、別に。そんなことないんだよ、全然。そんなちっぽけな男、本当にやめちゃいな。ちっぽけすぎる。もう超ちっぽけだ、そいつ。本当に。私が離婚してないから、離婚できたちゃんごと守れない男でどうすんだっつう。本当に。なんで？なんで？もし、ちゃんが怪我して手がなかろうが、足がなくなろうが、ね、どんな不利な条件があっても、ね、どんな不利な条件があったとしても、それを守れるような、ね、守れるようなやつを選ばなきゃダメでしょ。自立できないのが悪いかと思っていました。悪くないよ、全然。本当に冷静になって考えるといい。だから、今までもそういう考えを持って、多分、生きてきたと思うから、結構同じような感じでダメンズが集まってきてると思う、ダメンズが。ね、その、ね、いろんな人に相談されるけども、ね、なんで私ってダメンズが集まってくるんでしょうとか、こういう人ばっか集まってくるんでしょうで、それ自分に原因あるぞ。自分がそういうことを容認してるから。自分の価値を落っことしてる。自分を安くしてる。毅然とすればいい。そんなことを言ってくるんだったら、だったら、あんた必要ないよ。ピーって。ね、あんた必要ねえ、ピーってくれじゃないと。ね、そうだよね、私が悪いよねってなってると、どんどんつけ込むわ。どんどんつけ込む。そうだから。な。だから、そこをちょっとね、今年の年末から来年にかけて直した方がいい。そして、その男とね、同棲すること、結婚すること、絶対進めません。絶対進めません。ね、一刻も早く捨ててください。ね。そんな感じでした。ちょっと厳しめなね、厳しめな言い方をするかもしれないですけども、ちゃんとしたことをしっかりと伝えてくれる人、そういう人をみんな信じてくださいね。ヘラヘラして、ヘラヘラして都合がいいような話をする人、そんな占い師の話は信じるな。そしてそんな占い師になるな。どんなに小さなことでも真剣に相談してきたことに対しては真剣に答えてください。それができないんだったら占い師もやめろ。本当やめていい。そんな占い師はいなくていい。占い業界が怪しいとか、いろんなこと言われるのは、そういう心の持ち、自分の心がまだできてないのに、人に何かを教えようなんていう甘い考え、占いできればギフトが飛ぶんじゃないのかとか、占いできたらね、誰でも占いできんじゃないのか、そういう甘い考えを持ってる占い師が多いからこういうことになる。ここにいるみんなはね、全然違うと信じてるけど、人の相談に乗るってのはそういうこと。ね、そんな感じでした。それでは終わりたいと思います。お疲れ様。